いろんな意味で注目を集めている久保建英選手のゴールパフォーマンス、海外ではトワークまたはトワーキングと呼ばれ、自撮りが話題になった2013年にオックスフォード英語辞典に追加された流行のダンスだ。現在アメリカでプレーするラボンタ選手の得意技で、アメリカンフットボールの選手も追随しており、シャルケで内田篤人さんとチームメイトだったファルファンさんも、かつて代表戦で恋人に向けて尻振りダンスを披露している。そんな中、海外の SNS では久保選手の画像を用いた大喜利が密かに流行中。日本ではチーカワ体操を連想する人が一部にいたが、海外では巨大ポスターとして展示されたり、ゲームのガチャとして期待される方、中にはワールドカップで物議を巻き起こした写真と組み合わせる方がいたが、ここでは触れないでおく。試合後に久保選手は今回のパフォーマンスを行った理由として、コンキハムストリングの怪我で苦しむエルストンド選手との約束で度胸試しだったと語っていたが、レアルソシエダは前半にキアニー選手がハムストリングを痛め全治1ヶ月の負傷交代。久保選手も同じ箇所を痛めたのかと心配されたが、問題なくセレブレーションを終え、チームメイトを喜ばせた。最後までご視聴いただきありがとうございました。お気軽にコメントやいいねをよろしくお願いします。